次に赤嶺政権さん。日本共産党の赤嶺政権です。米軍が那覇軍港で行った軍事訓練について質問をいたします。米海兵隊は2月8日から13日まで市街地に所在し、那覇空港に近接する那覇軍港で MV-22 オスプレイや CH-53E ヘリなどの軍用機を投入し、兵員約250人が参加する軍事訓練を行いました。今回の訓練は地元自治体住民の意思を真っ向から踏みにじって強行したものです。昨年11月オスプレイやヘリが何の連絡もなく突然軍港に飛来し、多くの県民を驚かせました。かつてなかった運用がなされたことに対して、沖縄県の玉城デニー知事や城間美紀子那覇市長は、二度と繰り返すことのないよう厳重に抗議をしました。ところが米軍はこうした要請を全く意に介さず、訓練を強行しました。しかも提供施設区域内で行われる運用だから、自治体の要請は受け付けないという姿勢であります。断じて容認できるものではありません。前回は米軍機のメンテナンスで米本国に輸送するためだと説明していましたが、今回は正真正銘の訓練です。今後も繰り返され常態化されるのではないかという不安の声が上がっています。まず防衛大臣の基本的な認識を伺いますが、那覇空港は多くの県民観光客が行き交う国道58号線に面し、すぐ近くには沖縄の空の玄関口である那覇空港やプロ野球の読売ジャイアンツもキャンプを張る沖縄セルラースタジアムが那覇があります。さまざまな商業施設やホテル、観光関連施設、学校、病院、バスターミナル、観光庁などが密集している地域です。那覇軍港の市街地に所在しているという認識は防衛大臣お持ちですか。岸防衛大臣。米海兵隊は、令和4年2月8日から、13日の日程で、那覇港湾施設において人道支援や非戦闘員退避等の訓練を実施し、 MV-22 オスプレイや CH-53E などの航空機や海軍の輸送艦艇が使用されたと承知をしております。一般論として申し上げますと、在外自国民保護をはじめ、緊急時における非戦闘員の退避においては、航空機や船舶などさまざまな手段を用いてこれに対応し、その過程において港湾や活動の場所として使用されることが想定されております。今般の訓練に際しても米側の説明によれば、一般的に港湾の施設の使用が想定される運用に関係する訓練と考えられ、那覇港湾施設の使用を主目的に沿ったものだと考えております。なお、米軍の訓練に際しては公共の安全に妥当な配慮が払われるのが当然のことであり、防衛省としては引き続き地元の皆様に与える影響が最小限となるよう適切に対応してまいります。赤嶺政権さん。質問に答えてください。
私が聞いたのはですね、那覇軍港が市街地にあるという基本的な認識を防衛大臣持っているのかどうかであります。さまざまな施設が密集している地域であり、自明のことだと思いますが、改めてこの点、大臣の認識、これを聞いているのであります。岸防衛大臣。ご指摘のとおり、中の港湾施設、国道が隣接して通っているということ、あるいは、隣接する民有地は、商業等さまざまな用途のものが多数、所在していること等ですね、承知しておるところでございます。委員長。赤嶺政権さん。市街地だという認識を持っておられることでしたけれども、こういう市街地でですね、軍用機を使用した訓練を行い、何らかのトラブルが起これば、直ちに重大な事故に直結いたします。この点は普天間基地と同じなんですね。政府はこれまで住宅や学校で囲まれ、市街地の真ん中にある普天間飛行場の固定化は避けなければならない、このように強調してきました。同じように市街地にある那覇軍港での、訓練に、なぜ反対しないんですか。大臣。防衛大臣。米軍はその任務遂行能力を維持し、我が国の防衛など日米安保条約の目的を達成するために必要な訓練を行っているものと承知をしております。他方で米軍の訓練に際しては公共の安全に妥当な配慮を払うのが当然であります。防衛省としても地元の皆様に与える影響が最小限となるように適切に対応してきておるところでございます。本件に関し防衛省としては2月7日の午前中に現地米軍より情報提供を受けながら継続的に情報提供を求めるとともに、地元の皆様に与える影響が最小限となるように米軍への申し入れを行う等の対応を行ってまいりました。引き続き米軍の訓練に際して地元の皆様に与える影響が最小限となるよう適切に対応してまいりたいと考えております。委員長。赤嶺政権さん。公共の安全に配慮してない市街地の訓練だからみんな怒っていらっしゃるんですよ。知事も那覇市長も市民もですね。政府はですね、今回の訓練が米軍基地の使用条件を取り決めた515メモに反しない、このように強調しています。那覇軍港の使用主目的は港湾施設及び貯油所とされており、これに沿ったものだとこのように強弁しております。しかし昨年11月末までは航空機を使って訓練が行われるなどということはありませんでした。それどころかほとんど使われておらず、半ば有給化している状態でした。防衛省は過去に那覇軍港で航空機を使用した訓練が行われた事例、これを把握しておりますか。岡地方協力局長。お答え申し上げます。
那覇港湾施設への米軍の航空機の飛来については防衛省として常時確認しているものではなく、そのすべてを把握しているものではございません。ございませんが、その上で申し上げますと、今般米海兵隊は MV-22 オスプレイや CH-53E などの航空機、海軍の輸送艇を使用し、人道支援や非戦闘員退避等の訓練を那覇港湾施設において実施したものと承知しておりますが、防衛省において把握している範囲において同施設でこのような訓練が行われたのは初めてであると認識をしております。委員長。赤嶺政健さん。外務省に、伺いますけれどもね、日米合同委員会の議事録などで那覇軍港の使用目的に航空機の運用が含まれることを明示した文書を示すことはできますか。外務省金井大臣官房参事官。ご答弁申し上げます。那覇港湾施設に関しましては、その提供に関します昭和47年5月の日米合同委員会合意におきまして、使用の主目的といたしまして港湾施設及び所有所と記載されてございます。これは同施設の使用の主たる目的を定めたものでございまして、米軍の活動が主目的としての形態に反するものでない限り、同施設での航空機の運用を排除しているとは考えてございません。委員長。赤嶺。外務省ね、私が聞いたのは那覇軍港の使用目的に航空機の運用が含まれることを明示した文書、あなた方の解釈でなくて、そういう文書を示すことができますか。外務省課題大臣官房参事官。お答え申し上げます。日米合同委員会におけます具体的なやり取り、協議内容に関しましては外交上のやり取りでございますことからお答えを差し控えたいと存じますけれども、いずれにいたしましても先ほどご答弁申し上げましたとおり、那覇港湾施設の使用主目的はただいまご説明したとおり、港湾施設および所有所というふうに記載されているところでございます。委員長。赤嶺政健さん。今まで一度も航空機を使った訓練はしたことない、そして、そういう訓練を航空機を使った訓練が認められる文書はあるかといえば、それは答えない、秘密だと。しかし実際には航空機を使った訓練が行われている。で、那覇軍港の使用条件は、先ほど説明がありましたように、沖縄が本土に復帰する際、日米合同委員会で合意したものです。50年前のものです。これは防衛省あるいは外務省どちらでもいいんですが、この50年の間に那覇軍港の使用条件が改正されたことはありますか。防衛省岡地方協力局長。お答え申し上げます。ご指摘の昭和47年5月15日の日米合同委員会合意、いわゆる515メモでございますが、これにつきまして当該合意以降、那覇港湾施設の使用条件がこれまでに変更されたという事実はございません。委員長。赤嶺政健さん。515メモというのは72年に作られ秘密でした。なぜ沖縄の基地の使用目的が秘密にされているのかと、1995年の少女暴行事件の直後に県民の怒りが爆発して、1997年に515メモは公開をされました。こういう歴史を持つもので、あります。で、一度も改正をされず半世紀前のままということであります。その一方で日米間では米軍機の飛行については人口密集地域上空を避けるという方針は繰り返し確認されてきています。一つは1999年の
米軍機の低空飛行訓練に関する合意です。在日米軍の航空機は原子力エネルギー施設や民間空港などの場所を安全かつ実際的な形で回避し、人口密集地域や公共の安全に係る他の建造物、学校や病院等に妥当な配慮を払うと、航空機の運用について99年の合意があります。さらに、2012年の沖縄へのオスプレイの配備にあたって交わした合意も同じです。低空飛行訓練について、原子力エネルギー施設、史跡、民間空港、人口密集地域、学校、病院などの上空を避けて飛行する。米軍施設区域周辺における飛行経路について、周辺住民への影響を最小限とするため、侵入及び出発経路を可能な限り、学校や病院を含む人口密集地、地域上空を避けるよう設定する。このように明記しています。那覇軍港の主目的は港湾施設なわけですから、航空機の使用も想定されると、このように強弁しておりますけれども、こうした航空機の運用についての日米間の合意、これは踏まえる必要があると思いますが、いかがですか。大臣。外務省金井大臣専、大臣官房参事官、失礼しました。ご答弁申し上げます。繰り返しのご答弁で大変恐縮でございますが、先ほど来、ご示唆いただいております那覇港湾施設に関しましては、昭和47年5月の類似 ご答弁申し上げております日米合同委員会合意におきまして、使用主目的として港湾施設及び調理場と記載されているところでございます。繰り返し恐縮でございますが、この施設の使用の主たる目的に、この形態に反するものでない限り、同施設での航空機の運用を排除しているとは考えてございません。委員長、赤嶺政権。外務省ね、今私が質問したのを聞いてなかったんですか。その主目的、あなた方が強弁するものであったにしても、我々それは認めないんですけどもね。しかし、その後50年の間に航空機の運用については市街地上空は飛ばない、こういうことを1999年やですね、その後オスプレイの配備の時にも、これは日米合同委員会合意として発表されているんですよ。50年前の515メモに加えて、この合意と合わせて考えてみた場合に、市街地上空での航空機の運用、これはやめるべきではないかと、このように考えるんですが、またそのように合意されていると思うんですが、いかがですか。防衛省、岡正美地方協力局長。お答え申し上げます。先ほど外務省の方から答弁があったことに、補足的に、また大臣からも、この防衛省として引き続き地元の皆様に与える影響が最小限となるよう適切に対応してまいりたいと、申し入れを行ったというようなことも申し上げたところでございますが、その中でこれは2月7日でございますけれども、沖縄防衛局から、沖縄の海兵隊に対しましては、航空機の運用にあたっては安全面に最大限配慮することということに合わせて、MV-22 オスプレイの飛行に関する日米合同委員会合意をはじめとする日米合同委員会合意にのっとること、そして本件訓練に関する情報を引き続き提供すること、こういったことを申し入れを行っているところでございます。委員長、赤嶺政権。合同委員会合意に基づけば、その訓練は中止すべきであるということをですね、日本政府は申し入れるべきですよ。配慮してくれなんてね、米軍配慮なんかしないですよ。はっきりもの言わないとダメですよ。那覇軍港では
合意に基づけば注視すべきものであると。この那覇軍港はですね、沖縄戦のいわゆる重々空襲で破壊された那覇港をその周辺の那覇市垣那花町などの集落と一帯で米軍が接収して構築したものです。垣那花の人々は今でも接収された軍事基地を前に周辺に住んでおられます。静かな漁村でした。沖縄は1972年に本土復帰を果たしましたが、日米両政府が推し進めた沖縄返還は県民の願いにも反してですね、占領下で構築した基地を存続させるものでありました。県民の怒りの高まりの中で、それから2年後の1974年に返還合意をしたのが那覇軍港です。本来であればとっくに返還されていなければいけない基地であります。ところが移設条件をつけたためにいまだに返還は実現していません。有給化していた基地の無条件返還を求めるのが政府のやるべきことであるにもかかわらず、これまで行われてこなかった、しかも航空機を使用した訓練までですね、容認し、基地負担の拡大に手を貸す、こういうことはありえないことですよ。日本政府は県民の側に立って、二度と訓練が繰り返されることがないように、毅然とアメリカ側に申し入れるべきだ。配慮してくれちゃダメですよ。やめろと、注視しろということを申し入れなければ、ダメだと思います。このことを強く、申し上げておきたいと思います。次に、在日米軍のコロナ対策について伺います。まず、米軍が昨年9月以降に免除したのは、どの検査なのかという点から確認をしますが、外務大臣は昨年12月22日の記者会見で、アメリカ側に紹介した結果として、アメリカからの出国時と日本への到着直後の双方で、検査を実施していないことが判明したと述べています。ところが、その2日後の24日の会見以降は、実施していないことが判明した検査として、出国時のみを挙げるようになっています。入国直後の検査を挙げなくなったのはなぜですか。本田太郎外務大臣政務官。答弁申し上げます。ご指摘のように昨年12月22日に行いました林外務大臣からラップ在日米軍司令官に対する申し入れ後の記者会見におきましては、林大臣からキャンプハンセンにおいて感染者が発生した部隊に関して米国からの出国時と日本への到着直後ともに検査を実施していないことが判明したと述べました。その上で出国時も到着直後も両方検査をしていないという運用は日本側の措置とは整合的だとは言えないということを述べたわけでございます。その上で12月22日の申し入れにおきましては、林大臣からラップ司令官に対して出国前及び入国時の検査の実施を徹底するよう求めたことに対しまして、司令官の方からは、出国前検査を行うこととしたということ、また入国時の検査については、入国後に実施にしていた検査に追加して、何か他にできないか検討することとしたという説明がございました。他方で、
12月24日の記者会見における林大臣の発言はですね、在日米軍が以前から実施していた出国時の検査について新たな事実が判明したわけでございます。昨年の9月3日から免除していたのは、キャンプハンセンにおいて感染者が発生した部隊のみだけではなくてですね、全世界を対象とした米国防省の方針に基づいてワクチン接種者については昨年9月3日以降出国前検査を免除していたということが確認されましたので、そのことについて焦点を当てて説明をしたということでございます。その上で在日米軍は昨年12月の22日の林大臣からの強い申し入れを受けまして、昨年12月26日からは出国前の検査を再開するとともに、より一層日本側の措置と整合的となるように、昨年12月30日以降は出国後入国後24時間以内の検査も実施するということにしたわけでございます。委員長。赤嶺政権。つまり、入国直後の検査は、これまで、アメリカはずっと米軍は行われていなかったという理解でよろしいですか。委員長。外務大臣政務官本田太郎さん。じゃあちょっと待ってくださいよ。金井大臣官房参事官。事実関係でございますので私よりご答弁申し上げます。先ほど政務官からもご答弁申し上げましたとおり、昨年12月30日以降私どもからの林大臣を含めまして、強い申し入れを受けまして、在日米軍といたしましては入国後24時間以内の検査を実施することをしたものでございます。委員長。赤嶺政権さん。前やってなかったわけですよね。出国時の検査は9月に緩和されたけれども、入国直後の検査というのはそれ以前からずっとやってなかったわけですよ。だから実際にはですね、出国前だけでなく入国直後の検査が義務付けられております。そもそも日本側の措置と整合していなかったと、そういうことではありませんか。金井大臣官房参事官。重ねてご答弁申し上げます。ご紹介の入国直後の検査の件でございますけれども、在日米軍関係者は軍用機等で在日米軍施設区域から直接入国する場合につきまして、米国からは米軍の部隊がワクチン接種済みであること、さらに入国後に行動制限期間を終了するまで施設区域外に出ないことを含む厳格な行動制限に置かれるということを前提といたしまして、入国後5日目に検査を実施しているという説明を従来から受けておりました。いずれにいたしましても、昨年12月以降のワクチン、失礼いたしました、感染者の拡大を踏まえまして、私どもからの強い申し入れを受けまして、昨年12月30日以降は入国後24時間以内の検査を実施することとしたものでございます。委員長。赤嶺政権さん。今日はちょっと時間なくなってしまってるんですけどもね、検疫、米軍の検疫体制が一層、拡大悪化したのが1996年の佐古合意の時に結ばれた、日米合同委員会合意であります。ここでも極めて屈辱的で、主権のない状態があります。それで最後に一問ちょっと聞きますけどもね、米軍関係者の検疫について、日米地位協定でどのように取り扱われているかということについて確認します。日米地位協定9条は米軍関係者が外国人の登録及び管理に関する日本国の法令の適用から除外されることを規定しています。過去の政府答弁でも地位協定上は何ら規定がない、このように答弁してきました。管理に検疫が含まれるという説明は聞いたことがありません。
外務省は報道にあるように管理に検査が含まれるという見解ですか。これまでの政府見解を変えたということですか。金井大臣官房参事官、質疑の時間が終了しておりますので簡潔にお願いいたします。はい、ご答弁申し上げます。一般に受け入れ国の同意を得て当該受け入れ国内にある外国軍隊及びその構成員等は個別の取り決めがない限り軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う公務について受け入れ国の法令の執行や裁判権等から免除されると考えております。以上は日本に駐留する米軍についても同様でございまして、このような従来の見解に変更はございません。終わります。